アイテム番号 SCP-881-JP。 やばくてやばくてやばい物。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。 SCP-881-JP はサイト8181にあるオブジェクト収容コンテナに収容されています。コンテナ内に設置された監視カメラを用いて収容の確認が行われますが、監視カメラの映像を研究員が閲覧することは許可されておらず、収容確認はコンピュータを用いて自動化されています。またサイト8181において発生した事案を受け、現在 SCP-881-JP の視認実験および SCP-881-JP1 へのインタビューは全て禁止されています。説明。 SCP-881-JP は長さ 15cm、 直径 3cm のプラスチック製円筒に紐がついた、いわゆるダイナマイトの外見を模した物体です。調査により SCP-881-JP の円筒部について、内部は空洞、外枠も一般的なプラスチックと同様であり、また導火線を模したとされる紐も実際の導火線ではなく麻紐であることが判明しています。 SCP-881-JP の異常性は、これを直接あるいはカメラ等を通じて間接的に視認した人間以下 SCP-881-JP1 に指定に対し発現します。SCP-881-JP1 は SCP-881-JP に対し極度の恐怖を示し、パニック症状に陥るとともに、周辺人物に SCP-881-JP の対処を懇願し、その後死に以前に保持していた語彙力及び問題解決能力の一部を喪失します。SCP-881-JP1 のパニック症状は時間とともに収まり、Bクラス記憶処理を施すことで、問題解決能力の回復が、さらに、その後再学習を行うことで、語彙力の回復が見られることも実験によって確認されています。語彙力の喪失について、コミュニケーションを行う際に用いられる形容詞が全てヤバいという一つの形容詞に集約されます。形容された物品がどのようにヤバいの型者に詳細な意味を求められても、ヤバいという形容詞のみが返答されます。次に問題解決能力の喪失について、ここでの問題解決能力とは、何らかの問題に対し事前の知識や感覚から解決策を導き出す能力を指します。この問題解決能力の喪失は視認時間とともに段階的に進み、その症状はおおよそ2つの段階に分けることができます。初期段階では、前提知識や類似的な問題との接触経験がない問題に対し何らかの解決策を提示する能力を喪失します。この段階では直感による解決策の導出が不可能になったと考えられ、いわゆる勘が鈍るといった状態に近くなります。この状態でさらに視認を続けた場合、 SCP-881-JP1 は徐々に前提知識や類似的な問題との接触経験がある問題に対しても何らかの解決策を提示する能力を喪失し、この段階で推論による問題解決が不可能になったと考えられます。 SCP-881-JP1 は他者に止められるまで SCP-881-JP から視線を離すことができなくなり、この理由について SCP-881-JP1 によると、目を離した場合やばいことになる可能性があるからと報告されています。この報告に加えて SCP-881-JP 視認中に助けを呼ぶという解決策を実行できていることから、問題解決能力の喪失は視認を中断した瞬間に発生するのではないかと考えられています。同様に語彙力の喪失は視認中断時に発生し、視認中のヤバいという形容は被験者が感じる恐怖とパニック症状に起因するものではないかとの推測もありますが、語彙力の喪失に起因するヤバいという形容と恐怖に起因するヤバいという形容を言語的に分離することはできないため、この点については未だ確定していません。 SCP-881-JP は2000県市の幼稚園で発見されました。当初教室でヤバいものが発見されたとの通報を受け、その説明の不可解さから警察に扮したエージェントが調査、その後エージェントから緊急の機動部隊出動要請が出され、機動部隊が急行し、最初にオブジェクトを発見した機動部隊員がオブジェクトを目視した段階で異常性に暴露したため、視覚を通じて認識災害を与えるオブジェクトであることが判明しました。回収・収容された後、関係者や児童とインタビューが行われましたが、
出現経緯については情報を得られず、オブジェクトの影響を受けたものに V クラス記憶処理を施した上で、カバーストーリー、児童が拾った危険物の回収を適用しました。音声記録、実験、インタビュー003。対象、D88101。インタビュアー、博士。録音開始、2000。ただいまより実験を開始します。D88101、聞こえますか？聞こえてますよ。このコンテナの中身を確認すればいいんですよね。そうです。我々がコンテナの開閉を行いますので、コンテナが閉まるまで確認を続けてください。了解っす。俺は準備できてるんで、いつでもどうぞ。では開きます。コンテナの扉が開かれる。ちょっと待ってくれ。なんだよこれ、聞いてねえよ。なんでこんなヤバいものがあるんだよ。おい先生、あんた聞こえてるんだろ。聞こえてるなら返事しやがれ。くそ。バトン。おい誰かいないのか。おーおい。畜生どうすんだ、これどうすんだよ。こんなクソヤバい実験だなんて聞いてねえよ。おい先生。助けに来てくれよ。頼むよ。なんとかしてくれよ。以降、20分間 D88101 は、パニック症状に陥り、罵倒と救援依頼を繰り返す。この後、コンテナは、閉じられ D88101 は、職員に、インタビュー用の別室へ連行される。それでは、ただいまより、インタビューを開始します。おいあんた、インタビューなんかやってる場合じゃねえだろ。あんなクソヤバいものとっととどうにかしないと、本当にヤバいことになるぞ。D88101、落ち着いてください。SCP-881JP については、我々が常に監視を行っています。いや、監視するとかしないとかじゃなくて、とにかく、あんなヤバいもの今すぐなんとかしないと絶対、ヤバいって。もう一度言います。D88101、落ち着いてください。SCP-881JP を安全に収容するため、私たちは、今あなたにインタビューする必要があるんです。まず、SCP-881JP は、どのような物体でしたか？どのようなって、とにかく、やばくて、やばかったよ。そうですか。では、質問を変えましょう。以前掛け算を習った経験はありますか？あんたふざけてんのか？ふざけていません。質問に答えてください。あるよ。あるに決まってんだろ。結構です。2×3 は？ 6。はい、それでは次に 1111×3 は？わかんねえな。そんな問題解いたことねえもん。答えは3333です。では2222×3 は？いや、わかんねえ。なあ、やっぱこんなことより、今すぐあのクソヤバいのなんとかしないとヤバいって先生。録音終了、2000。結果、この後、同様に簡単な前提知識と推論から答えを導き出せる比則演算を提示しましたが、D88101 は一度解いた経験のある問題と全く同じ問題以外、どの問題を解くことができませんでした。また、記憶処理と再学習を行った結果、D88101 の語彙力と問題解決能力には回復の傾向が見られました。分析。SCP-881JP の回収時にこれを視認したエージェントと機動部隊員で症状が違っていたが、視認した時間がより長かったであろうエージェントと近い症状が D88101 には見受けられた。やはり観察時間が長ければ長いほど症状が悪化すると見ていいだろう。掛け算の質問から分かった通り、九九のような一度は解いた記憶のある問題は回答できるが、解いた記憶のない問題は以前解いた問題を少しいじっただけで解けなくなってしまうらしい。博士。ポイ1、2000に実施されたインタビュー実験003、004が終了した4時間後、SCP-881JP の研究担当職員を中心に、サイト8181研究職員のおよそ3分の1において、SCP-881JP1 に見られるヤバいへの語彙集約が確認されました。インタビューを直接行っていた博士やインタビュー音声を確認していた研究担当職員が語彙集約に2時間戦し、そこからさらに広がったものと考えられます。研究担当職員が
この伝染性に気づかなかった原因として、収容時に行われたエージェント、機動部隊員、その他暴露者との通信やインタビューを経て、博士が誤嚥集薬を発症しなかったため、SCP-881-JP 死人以外の精神影響の可能性が低いと判断されていたことが挙げられています。また、これらの誤嚥集薬は、SCP-881-JP-1N 時間戦車を含むの発話を聞いた人間に伝染することが確認されており、その後の実験で伝染に要する発話の時間は個々人で差があるものの、最短2分、最長でもおよそ2時間の発話を聞いた時点で感染することが報告されています。そのため、多数の SCP-881-JP-1 の発話を同時に耳にした場合、感染までの時間が飛躍的に短縮され、このような突発的大規模感染が発生したと推測されます。この誤嚥集薬事案は、幼稚園に教諭として潜入し、暴露者の語彙の再学習を任されていたエージェントが、博士と連絡を取った際、博士の返答が尻滅裂であったことから発覚、即座にサイト管理者に報告され、サイト8181における人員の出入り及び外部通信が完全に遮断されました。その後、サイト管理者が作成した語彙力判定テストを、サイト8181の全職員に解かせ、異常を示した職員を対象に、B クラス記憶処理と語彙の再学習を行った結果、サイト8181における事態は収束しました。さらに2002、サイト8181から出た職員、あるいは、サイト8181の職員と通信を行った外部職員にも、同様の語彙力判定テストを実施しましたが、全員が異常性を示さなかったため、外部への感染拡大は発生しなかったものと考えられています。ポイ2、2000年以降、一部の若者に、ヤバいという形容詞を多用する傾向が見られました。この傾向について調査したところ、必ずしも、すべての形容詞がヤバいに集約されているわけではなく、上述事案で確認された、誤嚥集薬及びその伝染性が変質したものであるか否か、そもそも、この傾向と SCP-881-JP に関係があるか否かについては、未だ不明ですが、もし、この傾向が SCP-881-JP に由来するものであった場合、語彙力及び問題解決能力の喪失に起因する AK クラス、世界終焉シナリオが発生する可能性を有するため、何らかの対策を講じる必要があり、現在まで具体的な対策が検討され続けています。